f m フフガールズガールズガールズフフ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 フ二期ニフーフフフフフ F.M. フフをおフきの皆様こんばんは私たちニフフ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 アップフフ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 ナフフ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  いや、五五です。はい、すみません。はい、五五でした。五五ですね。五五ニキちゃんってことで。はい、五五ニキちゃん。あれあれ。レッツゴーということでですね。はい、最近ニキちゃん夏始まりましたね。本当だよね。結構始まってます。始まったよね。はい。もう中盤じゃない？そうなの。やりすぎ？あ、でも。 いやもう結構気持ち的にはそうだよね。うち的にはそうだなって思ってて。早いなあ、夏終わんの。やだ。まだ終わってないですね。まだ終わってない。やだ。やだ。ここからだよ。バーベキューできてないのに。そういうこと。ということですね。はい。生誕、ちなっちゃんの生誕から始まった7月はですね。はい。すごかった。7月の7日には。アアッッププ TJPW 期 いね学校に来て言うとなんかちょっと打ってこういや正式名称ですよね <laughs> 二の足を踏みそうはいはい七夕の祭りをはいプロレスさんとアップアップガールズ過去プロレスさんと東京女子プロレスさんと一緒に七夕イベント上野の方でやらせていただきましたよっしゃーすごかったですねあのー <laughs> 会場に来られた方はすごかったのが分かると思うんですけどお水がすごくてびしょ濡れになって帰りましたすごかったすごいはしゃいだわねんかここ最近で一番はしゃいだよねわかりますすっごい楽しかったです二十歳超えてあんな水濡れになることなくてめっちゃ思うそれは思った水投げたりとかしないから水風船で遊んでました水って投げられるんだって思ったねえ 怖かった怖かった楽しそうだったよ引っ張られていっぱいああそういうことね楽しかったああ逃げられないってなっちゃった嬉しそうだったよ顔見る限りはうん楽しそうでしたよ実は怖かったんだそうこう見えてなんかあの海行っても砂浜でこうお城作ってる感じのタイプなんで意外だ意外とですよねそのままこう泳いでほしいぐらいのなんか勢いだもんねちやつはじゃ思うじゃんうん 泳がないタイプなんですね。意外とそうですね。だからすごいびっくりした。引っ張られて、ああ。でもより精一杯守ったんですよ。そう、縦になって。そう、し、あのね。アミちゃんと島崎がすごい、あの、引っ張られそうになって、島崎を送り出したんだよね。はい、そしたらちゃんと言ってくれて。ちっちゃい縦でしたが。で、あっという間に呼ばれました。 <laughs> 家事はどこにいるかわかんないぐらいブラブラしててじゃあもうすでにあの上の方で水びしょびしょの状態になってたの <laughs> そうでで誰も見てないとこに濡れてたんで <laughs> いや思ったらなんかさで帰ってきたらみんながもうなんかいろいろやり終わってる感じだったの <laughs> あれうち参加しないでなんか終わってるよう、ね、な <laughs> 家事なんかさずっと上の方でさ <laughs> ね,ね水かけ屋さんしてて、はい、かけられてたんだけどねかけようって って思ってたんだけどあのうちの水鉄砲の調子が悪くって一、えー、センチぐらいしか飛ばない弱いだからああ、すいませんとか謝ってたら知らない間に終わってました <laughs> 初期の装備から弱かったスプラトゥーンとは違うんだな <laughs> <laughs> なんか本当思い出すと、うん すごい、夏始まったなって感じのイベントだったんですけど。はい、この日いっぱい、なんかみんなが写真撮ってくれて、S. N. S. とか載ってるんで。どんな感じだったのかなって思った方は、ぜひ。なんて調べたら出るかな、えっと。なんと、確かに、にきちゃんとアップガプロレス、一緒に調べたらいいんじゃない。そうだね。S. N. S. で。<S <laughs> <S 確かになんか。出てきそうじゃない。<laughs> 出てくる、にきちゃんとアップガプロレスでてて。はい。あの、調べてみてください。いのあの、普段見れない、うん。 かわいい写真がいっぱいあります。写真と、しなびた梶島がちょいちょい出てくるんですよ。かじ <laughs> がほんとになんかね、<laughs> うん、そうなの。なことな水に。なすみたいな。そうそう。しなびたなすって言ってるんだけど。<漬物> <laughs> 言い過ぎですよ。いや <laughs>。ペタンコすぎて。そうなの。うちこのさ、髪の毛がペタンコになっちゃうんだけど、ボリューム出すために結構頑張って朝ね、起きてるから。ああ <laughs> そう。この努力がね、この。 水伝わってくれればいいなと思ったよね。応援したくなる。いぜひ見てください。そしてですね、14日にはスパーク川崎の方でありましたが、こちらも夏フェスということで、めっちゃ盛り上がってましたね。来たよ、スパーク。楽しかった。ねえ、ほん呼んでいただきありがとうございます。本当にありがとうございます。夕方のちょうど日が沈む瞬間で、どんどん暗くなっていって、ペンライトがどんどん綺麗に浮き上がってきて、すごい。 気持ちよくライブさせてもらいましたわかります野外のあの時間帯好きなんですよね全部あそこ狙いたいよねわかりますでもそしたらステージちょっと忙しいですね移動するのが確かに忙しいかもなんでその日のフェス全部そこの時間帯いけるよいけますよね忙しいかもだけど違フェスでねいけないと言ってないもんねいけるいけますでも二期って最初はさ結構朝一の <お>グループだったよねはい。確かにあザヤちゃんのグループ昼間が似合うグループだったんだけど、うん、最近ねその日が沈む瞬間が似合うグループかもしれない本当だわ,当だわ夕方系アイドルで夕方系アイドルどんどん暗くなっていこうはい、うんはい 確かに最終的にもう鳥を目指していくといういやいいですね降りていく感じかっこいいよか臨って感じで頑張りましょうそしてですね7月の15日には「アップアップガールズ」かっフェスがありましたいやお祭りでしたねこれはね話しだしたら止まらないんですよね止まらないやめないだから言いませんえっウソウだって嘘だってみんな嘘だよアーカイブいつまで見れるだま見見れれるる週間からじゃあ なんか話したいけど、うん、もしかしたらアーカイブまず見た方がいいかもしれない。たっぷり盛りだくさん、三時間。そう。三時間、もう半ぐらいやってました。そうそう。ゆきちゃんのさ、てか、アップガンの配信は。ただの配信じゃなくて、しっかり顔もがっつりこう抜いてもらえるようなものなので。ああ確かに。みんながこう、思ってるより。 いい配信なのでぜひぜひ見てくださいなんかさカメラのさ切り替えとかすごかったよねすごかったです斜めからのアングルとかありますハートビートめっちゃかっこよかった確かに見たよかっこよかったですこの足元だけとかさ MV 見てるみたいだった確かにぜひよかったらえじゃあ見どころそれぞれ一個ずつ行って えー、見どころですか自分的自,自分的見どころはえニ、ー、キちゃんのライブパートでえー、っとすごい「あの両思いのしるし」って曲やったんですけど、うん、感想中にみんながわちゃわちゃしてて楽しそうだったとこです。お<ー> <laughs> 確かに意外ですか意外だったでもいいとこついたんじゃないそれ言われないともしかしたらちゃんと見ないかもしれないですちょうどゆりは一人でみんなとわちゃわちゃできないポジションにいるんですけどそれを見ててあめっちゃこれにきちゃんのいいとこ出てるって思ってたので見てほしいですでもそっち何してるかわかんないうちあみちゃんといつもわちゃわちゃしてるけどでも今回はそのフェスにあった小道具を使ってみんなやってたのでどっちもどっちも使ってました絶対うちわでしょ えなんでそれわかんないですよそれ、わかんないよ。わかんないよ。ふわかんないと。うちはじゃん。ふみななとわかんない。うん、うちは,は置いちゃったもん。うんうん。わかんないよ。誰ふみななとわかんないよ。カチ <laughs> <laughs> はカチはね、そうだなぁ。うたちゃん。アップアップガールズ各プロレスのうたちゃん。 初めてアップガフェスに参加したって言ったじゃん。私自分を見ようと思って配信見たんだけど、なんか知らない間にそのうたちゃんを見てる。でもわかる見てたよ。うたちゃんすごいさ、もう超かわいくてめっちゃ良かったから、ちょっと誰かと共有したくてここで言っちゃった。わかる。うたちゃん。なんか自分のとこだけ見ようって思ったけど、前後に絶対うたちゃんいて、うたちゃん見てた。うたちゃんはすごいよ。かわいい。魅力すごいですよね。なんか引き込まれちゃいます。アイドルだよね。いや、アイドル。 わかるあれで戦ってるのが想像できないよね。にそうだからなんかさ、うん、あの、プロレスの試合とかを見るとさ、本当にに、歌ちゃんがさ、うん、あーってやってて、うん、なんか泣きそうになる。るなんか弱いものをいじめみたいな。 <laughs> これかられがストーリーがなるんでねうちがそのまま走って守りに行ったろうかって思うぐらいなんかずっと打たれてて、うんうん、もう見てられないうたちゃんの試合、うん、でも知らない間のうたちゃん守ってくれる側になってるからえそれはかっこいいしんどい,いぐらいにもうすぐ。<laughs> なってるからかっこいい今のちラつそんなこと言ってられんのもっていう豚ちゃんですからやばい負けちらんねえな今ってなぜ戦うとって盾戦守ってもらうじゃなかったのでねはいつもありますかえ一つどうぞいいよえあるかなベビーフェイスのチラつあ違う違うどこどこえどこだろうどこアゲノミックスえどこどこ あ、でもうちやっぱハートビート押すとこ。あ、そうだよね。確かに確かに。カメラアングルめっちゃ良かったなっていうのをちょっと見てほしい。うん。みんな可愛い曲やってるなんか、こう唯一のかっこいい系なんで。確かに。わきわき系で。でもすごいたくさんね、褒めてもらいましたよ。うん。めっちゃ良かった。にきちゃんかっこよかったって。うん。あ、にきちゃんをあ、ありがとう来てくださった。 大人の方々がめっちゃ嬉しいすごいなんかニッキーがステージに出た時のなんかわーみたいなのがすごくて今年の夏本当に頑張ってくださいみたいなことをすごいいっぱい言われた超嬉しい超です多分代表で私が言ってもらったんだと思うんだけどすごっ

一つ言えるのは今年の夏のニキちゃんは暴れてますそうです。うそうです。<laughs> 暴れて帰ってくるのが目標ですからね毎回 <laughs> 毎回のステージ何度落ちそうになったことかステージから。<laughs> 最近前出過ぎててこないだの間ンのステージだったかなあんま前出ちゃいけないやつだったんだろうね前出たらさガタってなるのよええでうち3回ぐらいやったなんで1回で学ばないんだよって話したんだけど怖いあぶないまだ出ちゃった前にモニターの前いっちゃうんですよねいやでもさそのステージってさ危ないよねってダメだよね出ちゃうステージが悪いんじゃないようちが悪いんだけどそういうあると言っちゃうんです回したことはないんで 押しそうになってるだけなんだよねネットに名前載ると思うけどニュースになります、ね、それはどうし、るあそう言われるとちょっと乗りたいなみたいな<笑><笑> <laughs> 命張らないで <laughs> でもちゃんと木夏に怒られたんでやめますはいダメです <laughs>、はい、分かりました、はい、いいことで乗りましょうはいはい、はい、そしてですねなんと七月の二十一日にはお なんかありますかええー、ないです。じゃあ、行ってみよう。次の曲。<laughs> <laughs> あ、あ、ニークラの日じゃないですかあ、ニークラの日だ。<laughs> ちょっと被せてこないでよ。<laughs> ニークラの日なんです。埋めてもらっていいですか <laughs> おめでとうございます。すまおめでとうございます。ニークラさんの日じゃないです。すいません。私の誕生日です。<laughs> あ,あ。はい。あの、みんな忘れるんです。 <laughs> ちょうど夏休み初日とかだから22がいいね確かにあと少し待ってくれたら日本 <laughs> とうちに、ね、出てきちゃった3時ぐらいにブルス朝3時ぐらいに<ー>21日の朝3時だからもうどうやったって22日にはいけない無理,だ無理ですねママがこう<ー>頑張ってこう待ってること絶対できないレベルの時間が余ってるんで <laughs> V サインで出てほしかったね V サインで出 おや、二十日、おや、カジ、恥ずかしいです。そうでか恥ずかしい。ということで、ありがとうございます。二十日はカジの、はい、二十五歳の、はい、立てますか？立てます。二十五歳です。おお、本当ですか？え、本当です。二十五歳のナダムです。少し早いですが、おめでとうございます。すみません、わざわざ時間を使ってもらっちゃって、ありがとうございます。頑張ります。 ねはい生誕も生誕はなんとですね22日にやるんで「w e b スブ p e a c スであのイントロ出てこようかなって思うなんお願いしますか21いつも忘れちゃうでもそうよく言われる昔からなのんか夏休みてたってかんか家事が夏のイメージなさすぎてあでもそうかもう確かにもうちょっと夏の人になりなよあそっかうちみたいな。 いやなんかうちあんまりさ自分の誕生日を祝ってもらうことに慣れてなくてじゃあ誕生月は一番自分がキラキラしてないとだよちょっと恥ずかしいんだよね普通になんか珍しくないですか恥ずかしいってスタンスがえやだ私ちょっと祝われるのあんまり得意じゃないレベルめっちゃうちに注目してるじゃんダメダメ祝え祝えって私にその時間住みたいですよりカジさんの多分自信ないんだと思いますあのそのハードルを超えられる自信がないそのんなりとっていう感じなんですけど 昔からこんな感じですが、すいません。楽しんでいきます。<laughs> はい。あの、生誕祭もありますので、はい、皆さんぜひ遊びに行きましょう。お願いします。はい。ということでですね、はい、そろそろ一曲をお届けしていきたいと思います。はい、じゃあ、せっかくなんで、はい、カジーが作ったこちらの曲を、ありがとう。お届けしたいと思います。えー、どのみちハッピー <laughs> 改めまして、こんばんは。アップアップガールズカッ2機の、 高木千夏です小路島あやです下崎ゆりあですということではいこの時間はマジフリートークをしていきますうわーマジか来すぎるやばい一人一人声緊張するんですよテーマを決めて待ってテーマはやばいってトークしていきましょうマジかトーク超楽しみっすじゃあえ最初はうわ選ばれたい選ばれて千夏かな千夏かな 島崎ゆりさんお願いします。ありがとうございます。それでは、テーマは初めての夏。うわ、え、いけるそれで。え、入ってこれ大丈夫?。いや、頑張れよ。はい。まだ、このね、ゆり、あの、今年初めての夏なことが一個ありまして。大丈夫、話せる、それ。すみまちょっと恥ずかしいんですけど。あの、一人暮らし初めての夏なんです。え、やばいじゃん。大丈夫、それ。 はい大丈夫なんですけどかったすごいあの夏って結構いろんな問題が発生するなっていうことに気づいてましてハプニングハプニングがいっぱいあるんですよ一人で暮らしてるともう虫問題とかゴミ問題とかちょっとあんまり綺麗じゃないんですけどアイドルのラジオらしからぬあれなんですけどちょっとやっぱり悩みが最近増えてきちゃいましてやっぱ最近 最近自炊はちょっと頑張るようにしてるんですよ<ー>ま自炊って言えるのかあの節約したいなーっていう思いも込めて、うん、あの一応毎日こう火は使うんですガスを使うんですけどそれすると生ゴミがあの排水溝のどこに溜まるなーって最近思ってて。 あの普通に料理してる時はこう紙のゴミ袋、うん、燃えるゴミに捨てられるやつをこう立てておいてるのでそれに入れるんですよ、うん、だからそこの生ゴミは大丈夫なんですけどあの食べ終わった後に例えばあのカレーとかこうつくじゃないですかお皿に、うん、あと魚とかも意外とこう残ったりするじゃないですかゴミが、うん、でそうするとこう洗い物をし終わった後にあのにこの排水溝のネットのところにゴミがたまるんです でででもネ、うん、ネッットトしししててるょますで毎回それあの食べ終わった後に見てあ毎回一応やるんですけど、うん、えこれって毎回必要な作業なのかなってふと思って、うん、あのこれあのちょっとあんまりこうネットとかに書いてある情報よりもこう直接先輩一人暮らし先輩の大人の皆様にこう意見をお聞きしたいなって思ってあのガチ悩みなんですけどちょっとあの今日。 お話しさせていただきました。一応あのゆりは毎日変えたい、でもこれ大変だなあっていうお悩みでした。ええ、どうなってます。なるほどね。<laughs> そんな汚れるんだね。わかんない、私も毎日かえる派なの。で、うん、も帰ってから寝るの。ああ<ー>、そういうタイプだから、私もね、多分参考にならないんだよね。<laughs> 同じですか。ちょっと面倒くさいです、うん。え、何が汚れるの、うん。細かい食べかすっていうんですかね。例えば、あのブロッコリーの。 上のフサの部分みたいなそれぐらいのレベルなんですけどでもなんかこうほっとっと虫が湧いちゃうのかなみたいないや私もそれなんだよね虫<え>蓋すればいいじゃん蓋蓋ですかあのあれ排水溝の蓋排水溝の蓋えないですし<え><え>見えるようになってるよね無人値ねどんな形でいいんで蓋もう上に蓋ありますよねもともと蓋あったんだけど、うん、それだとゴミが溜まってるかどうかわかんないからもう今 ああのってて上に置いるんだよね別の買い替え買い替えたら自分で買って今網のやつにしたんだけどいやわかるどれが正解だと思う私もそれは結構気になるかも私あのこう排水口にもネットして蓋にネットして蓋のあ重ねてるんですよ二重なんだ二重にしてみてるんですけどあそれって取っていいんですねうんあそっか確かにあ普通にそれをちょっと知らないであそっかそっかだって百均で私は自分がもう 絶対にに掃除をサボらなないような仕様にしてる見えるようにしてあるんだよ、ね、わざとなんだけどそれはうん,うんだって虫とか飛びそうじゃんって分かんない飛んだことがないから多分ビビってるんだと思うけど、えー、でもさなんか排水溝からさ虫とかこう上がってくるパターンもあるじゃんやっぱそうなの、えー、やっぱ怖っそれ怖いです怖<っ>え G とかってそういうとこから上がってくるって言いますか だから家を開ける時とかは蓋した方がいいのあそういうこねお風呂場の蓋もそうだし排水口から上がれるとこ全部閉じるとかだからない人はラップとかしたりするよね家で開ける時とかえっ家開ける相当な時間開けない時は普通だけど3日遠征ですみたいなとかだったら蓋する えこのえ普通にうちも気になっちゃって聞いていいるってことお風呂の線もするんじゃないな、ね、普通はえでもお風呂って水じゃないですか、うん、結局下は、うん、かジーって上がってこれますかな溺れてでも若くはないもんねだって、うん、ってことだよねそかそういうところから聞いてるで,でもなまあなんかあの普通に食器とかは うちめっちゃ親によく怒られてたな,、ね、なんかあのティッシュとかで一回拭いてから洗い物を減らしてから足しなさいってめっちゃ言われてたなるほどキッチンペーパーでもなんでもいいんだけどキッチンペーパーちょっとコストがね。まあかからカレーとかはもう 油っぽいじゃん。すごい洗剤も使わなきゃいけなくなるから一、えーうん、回拭いてから出しましょうって言われててあ、えー、わー勉強になります鍋とかしかりってことだよね、うん、まあそう、ねえー、あなるほどまあ、なな鍋はまあでも私はあんまりこう皿の上に何,が何か残って食器洗うことはあんまないのね、うん、ま,まあね 確かに言われてみればちなちゃんさんいつも食べ終わった後にティッシュでふ拭かれてるイメージあるかもしれないですなん拭くか汁とかあったら絶対ティッシュで吸わせるとかなんかごミ袋とかもそのまんまさちょっとさ垂れ残ったまま入ったりするとさなんか虫は来そうじゃないですか臭いし、うん、一回ちょっとなんかこうかぶせる。うーんへー もうみんな夏は気をつけましょう。はい,はい。うん、ということで、続いていっちゃいますかはい。続いては、会島屋がお届けいたします。私のトークタイトルは、<laughs> 今年の夏ドラマもいいね。です。おー、<laughs> 出ましたか<ば>はーいえ会島夏ドラマの話させていただけるみたいなので、どんぶんとさせていただきます。まあちょっと、今、5分の4始まったかなあと1割ある、1割ですね。5分の1残ってるから、 なって感じなんですけど、えー、私今13本見てて、えー、最終的に15本になるよってなのでいつもよりかはちょっと少ないかなって。 何も見てないわ。くらいなんですけど、い,いやー面白いんですよ。今回はですね。いいですよ。あのー、まあ、夏っぽいものもあるんだけど。まあ前回は結構記憶。喪失系のドラマが多かった。あー。でも<ー>今回はあのシングルファザー系がめっちゃ多いんで、<ー> <laughs> そうまた混ざるぞ。みたいな。前回記憶喪失のが多くて、<laughs> どの記憶喪失の話してるかわかんなくなったりしたんだけど、<laughs> 今回はね。どれがお父さんだっけ？みたいな感じになりながら、<laughs> ドラマ見るのかな？とか思いながら、私がちょっと今おすすめのドラマをちょっとだけ紹介させて。ください 今一番面白いなって思ってるのは火曜日の TBS10 時ですね火曜10時のあの大好きな枠の「西園寺さんは家事をしない」っていう<ー>まず名前に家事が入ってる家事かな<ー>みたいなそこ,こからから始まったんですけど <laughs> あのもうね演技がすごく演技で ここまで登り詰めたと言っっててもいいいでしょう松本若菜さんがね<お>あの主演を、ねえー、されてるんですけどもすごい老い立ち的なのも好きであの今回こうゴールデンの主演をやられるって聞いても超楽しみにしてたんですけどこれもシングルファーザーの話なんですけど、えー、まあかっこいいのでちょっと見てほしいなって思うしちょっと家事をしない 逆に家事をめっちゃするみたいなドラマっていっぱいあったと思うんだけど逆にしない人の話だからちょっと面白いので<ー>ぜひ恋愛物ではあるのかなっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど<ー>ちょっと最後まで見ないとなんか結構人展開あるのかなって感じでちょっと楽しみなので<ー>ぜひご覧ください。おおお父父 <laughs> 父さささんんんんんがが家家家事事事ししななないいでですすすかか話はる方なんだけどあの 松本か菜さんが主演で、その方がしない。西恩寺さんっていうのなんだけど、その方が家事を全くしないっていう。あ、え、そっちなんですね。しないように過ごせるように家カスタマイズしてるっていう。えー、すごい、えー、面白い面白いのよ本当に。見習いたい。それしたい。そう、ルンバが全部通れるように、あの、もう段差とかをなくしたりとかして <laughs>、えー。なるほど。面白くない面白いですね。そう。それがちょっと、面白いので、ぜひご覧くださいっていう話でした。<laughs> 私が今一押しはこれです。 えー、私が好きそうなドラマだから,らつはねね多分ままだだああると思ううそんり私チラつにもおすすめしたいのがあるんですけどいい一つ言うと、えっとね、日土曜日曜,か日曜の「降り積もれ孤独な塩」っていうやつなんですけど<ー>これはねミステリーで成田凌さん主演のやつなんだけど。ど<れ> <laughs> あのね。すごい怖いのよ、もう。まだいけるまだいける、まだける2話です、まだ。じゃいくわ。怖いよ、演技もうまい人しか出てこないし。こう、誰が犯人なのか全然わかんないかあ、それ見たい。ちょっとミステリー。ミス,リーミステリー。多分小説じゃないあれっていうような内容。気になる。そうそう。子供たちが密室で、十、十何人か骨で発見されるところから始まって、それが何でだっていう。 ここです。絶対見てください。い面白いです。<laughs> って感じですね。以上です。開始前でした。また、秋も始まったりとか、夏が終わったりとかしたら。話しますね。はい。ああ、追いついてないな、ドラマ。まあ、今ちょっとね、バスでも割りたてだからさ。ちょっと慌ただしい、ね。うん、今。ティーバー待ってくれるから。 <laughs> でも一週間じゃん。なんでまだ一話だし。まだ一週間待ってくれる。とりあえず今週中に始められなかったらちょっと離脱しそう。うんうん、でも割と三話まで待ってくれるのがティーバーだから。ね、頑張れ。まだ大丈夫。頑張ります。まだこれ。<laughs> ということでそんなドラマ見れてない私なぜ見れてないかというと、<お>デクドクお忙しい。そういうこと。ということでですね、あのー、高萩。 TikTok を始めましたわーい <laughs> なんか本当は結構ずっと前からアカウントを持ってたんですけどうん、うん、ちょっと苦手だったんですよね TikTok が。お<ー>なんか結構 TikTok の初期ってやっぱこう画面打ち仮面にしてこう振り、ね、するとかさうん,、うん、なんか自分の顔をドーンってやって、うん、こうなんか可愛いなんかするみたいなのが主流だったじゃないですか。それがすごく苦手で TikTok を閉じてたんですけど <laughs> 最近何で始めたのかあそうだ日比谷屋音のために何か一つ自分も頑張ろうって思って何頑張ろうかなって思った時に歌頑張りたいなって思って始めたのがカラオケだったんですけど、うん、カラオケでまあ一番歌ってみたみたいなのを載せたら。うんうん すごく反響が良くてやったバズってましたそう嬉しい最初大阪ラバーかなそれからかはい。なんか一応その前にも載せたのがすごいいつも以上に再生されてておってなってちょっと徐々に来てるんだねどうしようかなって思ったら妹がいや大阪ラバーでしょって言ってくれて で大阪ラバーを歌ったらすごいフォロワーさんが増えてきてお、えー、で夜音までとりあえず続けようってことで続けて、まあ、そっから夜音以降も、まあ、せっかく頑張ってるから続けてみようかなーってこう続けてるんですけど毎回たくさんの方からこう、アクションをもらってこれを本当はライブにつなげたいんですけど。うん 一応なんかアイドルっていうことを伏せてやってるんで <laughs>。伏せた方が意外と伸びたりするから、ね、そうなんか、うん。うん確かに。違うところから自分につなげて、うん、さらにグループにつなげていけたらいいなと思って今やってるんですけど。素敵、ま。なんか目標があってもう一個。実はその、ティフっていうアイドルの最大、日本世界、うん 世界で一番大きいアイドルティフェスー風ですね。こちら、あの、毎年アコースティックライブっていうものに出演させて呼んでいただけてるんですけど、自分が歌で頑張りたいって思ってる一つの理由として、アコースティックのコーナーに出演するっていうことが、一年のまあ一番の目標になっていることだったので、何か歌で爪痕を残したいと思って TikTok を頑張ってたんですけど、今年も、 なんと出演が決まりまりししたすすごいいで嬉本当に今回も豪華なアイドルの皆さんの中に一緒に名前を載せてもらえてとても嬉しいので <laughs> <ん>あのしっかりと TIFF のアコースティックライブ「サマージャンボリー」っていうところなんですけど「スマイルガーデン」っていうステージで夕方「 すごい景色の中で歌わせてリキファすのみんなにはあのん当グループを背負って出るものなんでこれ、うん、ちょっと本当に応援に駆けつけてもらえたら嬉しいなって <laughs> ょう <laughs> 気持ちともう一つ嬉しいことがあってですね<お>なんと、あのー、この歌をきっかけに始めたものまねがとモノマネ得意っていうか。うんうんうん カラオケ行くとなんかモノマネしちゃうっていう癖があって、癖でよね。はい、癖で、うん、これをきっかけにまたティフのモノマネとティフのなんかコラボの番組にも番組出演が決まってまして、そちらの方も7月27日のフジテレビお昼過ぎ。 から放送決ままってますので、まあ、どんな結果になっているのかを是非テレビを見てもらえたらなと思いますしあのみ、ー、きちゃんその日イベントしてるので、はい、リアタイできる人とできない人がいるかもしれないんですけどリアタイできる組のみんながすごいたくさん X にポストして くれたら私たちも追ってちなちゃんかわいいでいいですよとりあえずそれだけでも間違っないもんちなちゃん頑張れでもいいですしちなちゃんがんばれちなっちゃんかわいい見てない人もやりましょうそう TikTok の URL 載せるでも本当に一つのポストでもすごく次につながるものになりますので皆さんぜひチェックしてもらえたらなと思いますということでまだまだ TikTok 頑張りたいと思いますいいですよね 好好ききでですすすごいこの人あの反応が初めて聞いた時の反応して最高だったいやいやあのリスナーさんの気持ちになって一番知ってるんだよねこの人この人本当にすごい実はカラオケのカメラマンとかチーム友達なんでそうだよもうこう縁の下の力持ちなわけじゃんそうだから私あのなんだっけあの TikTok でさあの 女の子カトユリちゃんそう、うん、あの子もすごくない今のでかったの、ね、やばい私 t i k 死ぬほど見てるからそうカトユリちゃんも、うん、あの多分カメラマンが面白いんですよそうだうんだよねカメラマンのお友達が多分すごいセンスがいい、うん、面白いパリピナントもカメラマンがだから多分 <laughs> それと同じであの私があのよく見えるのもこうカメラマンの腕が <laughs> やあると思う本当撮る側もきっと大変な こともあるだろうんですよ。あ、そ側も楽しんでもらわないとね。そうだね。今だって片寄ちゃんのそのまあの撮ってる人って違う人ももう撮り始めてるんだよね、えー、もうもうそれでもういろんなあこれって片寄ちゃんのカメラマンの方がやってるやつだねっていうのが今いっぱい出てきてるらしいから、えー、ゆりちゃんも多分オファー来ます。えー、すやばい,やばい <laughs> よりあの最近ちょっとカメラマンちょっととして自我が出すぎないようにってめっちゃ気をつけて自我 <laughs> 出てんの楽しみなんだけど急にね愛の手とかね愛の手とかやっぱカラオケー普通に楽しくて行いたくなっちゃうんですけど、うん、あのこう見てくれてる人の目線としてシラッチャーさんって結構あの彼女として見たい友達の間の中にいるうん、うん、あの子かわいいなって言って見たいっていう視点でいるんですよ だからこうカメラマンとして普通に私が女の子なんですけどこう友達みたいな感じでなんか例えばイエーイみたいな手とか入れるとするじゃないですかちょっとこれ違うなってあなるほど百点だよ,点だよなんか点だよこうやっぱちょっと視点をカメラマ、うん、カメラを高くして打点を身長を高く見せたりとかいい感じの距離感とか探したりして頑張ってはい、はい、すごいえ普通カメラマンさんみたい <laughs> 頑張ってたとかあるの、ね、なんかあの、うん、時間が合わなくて、たまにね。うん、あ<の>、そうん、あみちゃんとか。あ、そう、ね、あみちゃんも、ね。あ、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 あ。それをね、ねすごい島崎が嫉妬してて。はい、なんか、かえ、これ伸びてましたねみたいな。だる。だるだる。<laughs> ゆりちゃんが、私、受け継いでくるんだもんね。私じゃなくても、いいんですねみたいな。やっも、さこれ裏方あるあるなんじゃないですか?。これって。ちょっと悔しい。裏方あるあると思いますよ。だから、どれだけ血圧が。そこをケアできるかが。いや、それはそうでしょう。だって、誰でもね、できないわけじゃない。仕事。いや、分かんない。でも、人じゃない。分かんない。あみちゃんは。はい、はやってください。はい、やってるかもしれないから。大丈夫。よくあるのよ。あみちゃん。か ね、あんなに楽しんでこう <laughs> ゲラーでねそう笑いながらアハハハハってやってんのは島崎だけ。 これからもユリ <laughs> が一番の近くで見てるカメラマンとして <laughs> こっちで仕事をユリちゃんの仕事が増える可能性もあるからね全然あるんで <laughs> それも頑張ります <laughs> このアイドルさんからねオファー来るい <laughs> そ,、ね、それはうちが嫉妬しちゃうあそれダメなんだ, <laughs> だ、ね、あ難しい難しい, <laughs> 難,しい難しい難しい <laughs> ということで<う>ぜひ皆さん夏のニキちゃん楽しみにしててください <laughs> はいということでここで一曲お届けしますそんなニキちゃんの夏曲から一番 可愛くてキラキラな夏ソングです。恋はアップトゥーサマー FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ、アップアップガールズ、カッコ2期、ミノストーキング、第55回、そろそろお別れの時間です。最後に、私たちニ期ちゃんからお知らせです。はい。えー、夏フェスたくさん出演させていただきます。まあ、いっぱいあるんですけど、ちょっとつまんませていただきまして、はいはい、まず7月20日は、関ヶ原アイドルウォーズ2024。こちら、岐阜の方に飾っていただきますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、7月、 26日には、にきちゃんとアップアップガールズが仮主催のイベントが新宿ブレイズで行われます。そして、タイムテーブルも発表されました。8月2日、3日には東京アイドルフェスティバルにも出演させていただきます。はい、まあね、さっき話に出た通り、夕方のいい時間にスマイルガーデンににきちゃんのステージもあったりしますので、ぜひ、はい、お越しください。はい、そししてちちゃゃんん単独ラライブ8月12日月曜日祝日日曜祝ですすの夏は終わらないイン表参道グウウンド開催しますチケットソールドアウト と目指していますまだまだどしどしお待ちしてますのでにきちゃんと一緒に夏過ごしましょうよろしくお願いしますお願いします、うん、その他詳しい情報は「アップアップガールズ」に期の公式サイトや SNS をチェックしてくださいそして番組ではあなたからのメールもお待ちしています私たちへの質問相談番組の感想など気軽に送ってきてくださいメールアドレスは「UUG 数字の2」「アットマーク f m f ドット j p です X でポストしていただく時のハッシュタグはハッシュタグにのあしトーキング漢字でにのあしカタカナでトーキングでお願いしますということでアパプアップガールズ2期にのあしトーキング今夜のお相手はダガハギ千夏勝ちしまうよしまうぞ金よりや私たちミきちゃんでしたではまた来週もこの時間ににのあしトーキングしましょうバイバーイ,バイ,バーイ